皆さんこんにちは。チェルシーです。ミユです。アイリです。ユマです。レナーです。ヒカルです。ネネです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のタイトル曲レディーっていう曲なんですけど、このレディーにはいろんな女性 そのレディーの姿っていうのが意味合いとして込められてるんですけど、かっこよかったり可愛かったりセクシーだったりっていういろんな女性の魅力を私たちもダンスやその歌で表現できるようになりたいなっていう思いも込められてる楽曲になってます。ダンスのポイントは途中と最後に出てくる王冠ポーズがポイントになっています。奥ゆかしいレイディーになる、静粛なレイディーになるっていう歌詞に込められたこのポーズ、上品な女性になるっていう意味が込められたポーズなんですけど、これをぜひ皆さんに真似していただいて、ね、していただきたいなと思います、うん、最後サビ一列になって真ん中から、うん、このポーズをしていくんですけど、最後の一つ音が余ってるんですよ。だからファンの方に一緒にそこでやっていただけたら嬉しいなと。サビにあるお尻ダンスっていうのが今回すごい一つのポイントになって、でカラのそのお尻ダンスを考案した方が今回私たちの振り付けもしてくださったので、さそのお尻ダンスっていうのはすごく見てほしい注目ポイントになってます。はい、この中で歌であげる。はい、こんなはずじゃない、でも後には引けない、君の前でだけ私そのまま、はい、奥ゆかしいレイディになるです。ダブルキックさんっていうモーランドさんとかの楽曲も提供してる方なんですけど、やっぱりモーランドさんとかの曲はすごくキャッチーで、とってもみんなが知ってる、みんなが覚えやすい楽曲が多いので、私たちの曲も皆さんに知ってもらって楽しんでもらえるようなものになったらいいなっていう気持ちで制作に臨みました。カラさんの、うん、マンマミーア、あ、マンマミーア、すごい、ダンスもすごい好きで、曲も大好きです。あ、私シスターの Love You という曲です。とっても韓国語で骨盤がすごい綺麗で、シスターがとってもセクシー振り付けですね、うん、この Love You という、その時が私たちワンマンライブで、はい、この曲をカバーしました。ソロなんですけど、ティアラさんっていうグループのソロで活動してるジオンさんの1分1秒は、私が昔にこの曲を日本語で作詞もしたことある曲で、すごい関わりがある曲ばっかりが二段ヨプチョギさんが作っててすごいなって思います。私もラビーユーですね、初めてのワンマンライブの時にこうやって、すごい、なんて言うんだろう、初めてこう K-POP のアーティストの方のコピーというかをした曲なので、すごい好きですね。そうですね、ラジオ番組をやらせていただいたこともあって、ですごい、そんなラジオの、その時はもう自分のラジオ番組っていうことで一人でずっと喋るものだったんですけど、そういう機会もなかなかないので、すごいいい勉強にもなったし、でみゆちゃんがね、そのゲストとして、はい、来てくれた回とかも本当になんか自分がそのゲストとしてみゆちゃんを迎えて話を誘導していくっていうのもすごく勉強になったものでもあったし、すごい楽しかったしね、いい経験だったなって思います、うん、ねねさんの声がもう癒しすぎて一緒にやってるんですけども、なんかほっこりしました。ゲストで呼んでいただいてるけど癒されて帰りましたね、時は。ありがとうございます。ゆうちゃんがグラビアの活動であったので、そのね、はい、PR も共に一緒にやられてるので、ね、ちょっと次の機会があったらメンバー一人一人呼びたいなと。今最近撮影してきたのがヤングアニマルさんなんですけど、またこうして3度目の表紙をいただくことが、表紙用じゃん。すごい、なんで脱ぎましたの。え、脱ぎましたの。なんで、鳥肌。
私は去年の末ぐらいに舞台を出させていただいたんですけど、すごい他のグループで活動している方たちがその一人ずつ出たりとかしてる、そのアーティストが多かった舞台だったんですけど、なんで次はあの舞台を経験したので、ネネも出たことあるんですけど、ドラマとかも出たいし、あとはあの舞台でも私の役がすごい真面目な役で、笑顔もなかったし、あのアドリブが他の人は全員あったんですけど、私はアドリブを入れたら話がおかしくなってしまう役だったので、ちょっとアドリブでもやってもいいよって言われるような役をもらいたいなって思います。違うのあったら多分これから自分でやりたいかなと思います。はい、ぜひ皆さん待ってください。グラビアで活躍されてるので、いつかファッション誌にも出れたらなと思います、はい、私はこう自分の得意なダンスをもっとこう発信していけたらいいなって、うん、わー、自分も知りたい、面白い。私も知りたいわ。嘘やん。え、嘘でしょ。できた。え、ちょっと待って、そうそう、じゃん。あー、面白い。見たい見たい。おー、すごい面白い。え、すごい、ど真ん中にこれ絶対なんかあるよ。なんかし、あれ、そう、ちっちゃくなっちゃった。ユマ、ユマ、ヘビーがユマ。じゃあ一つ目、はい、まず山、山、はい、山にはタコを象徴してるんですかね、過去を象徴してて、うん、過去の経験や性格を表してます。なだらかな山の人は、なだらかやばい、鋭角すぎる。皆さんに見るのやばい、鋭角なんですよ。ここに書いてあるのは、なだらかな山の人は性格が穏やかということになります。ということは、とんがってるってことは性格穏やかの反対です。そんな感じです。はい、はい、川は未来を表してます。うん、先が広がるほど未来に成長することになります。っ、違う、やばい、先が止まって止まった。それが入りすごい。かわいい。こっちじゃないんですか。こっちやな。じゃあ大丈夫。見えてる。私大丈夫。レナさんずっと一緒かもしれない。一緒だ。しかも一緒、今もずっと多分同じ。レナさん、ねね、川とこのこれ川。入りすごいね、成長する。次はじゃあ太陽には自信。おお、何をされてます。明るさや自信です。大きいほど明るく、隠れている場合は少し自信がないことです。明るいやん。もうない。隠れてる。これやる。ちょっとだけ、これこれ光だから。これ写真がある。太陽、これ写真あるんです。写真は日数ですね。じゃあ次、木はね、友達です。木が多いほど友達が多いことになります。お、友達みんな一本しかない。お、すごい、ユマもいっぱい、ネネもこれね、これ一応木なんだ。ヒカル2人、友達2人。え、1本しかない。じゃあミユの場合はもう1本しか書くルールじゃなかったな。そうだね。じゃあ次は家です。家は家族、どれだけ家庭を大事にするかを表してます。家族どういうことだ。ヒカル6個もある。家族いっぱいある。ちっちゃい。そうなんだよ。あんだけさ、さっきまで兄弟とかのさ、話をしててさ、ほっこりしてたのに。すごい気持ち、ちっちゃい。もう落ちるで。しかも半分しかさ、地面についてない。ユマもうこれ。ユマもう家族思いだよ。家族思いだし、ど真ん中に大きく書いてるからね。じゃあ次。6個あるからさ、6人だよ。おー、全部いいこと。それではじゃあ最後、気になるヘビはですね、異性への関心度です。特にトグロを巻いていたり舌を出している場合はより関心が強いことになります。よし、ありがとうございました。はい、よし。あ、見て、舌出してないよ。確かに舌じゃないよこれ。もえ、私舌出してない。待って、レナどっちも、トグロを巻いてて舌を出してる。トグロ巻いてて舌が出る。関心ありますね。じゃあ光るのだけ見んな。あー、なんか違う。若干舌を入れて、ど真ん中にいるから。ちょっと一番大事なのかもしれない。異性の関心、主人公だと思って書いたもんから。
ちょっと待って、これは何、これヘビ、ヘビ、ヘビ、アイリー絵描けるよね。ちょっとここ見えましょう、これこのヘビ、メロも出して、いやいやいや、勝負はできない、みゆちゃん。まずそれアイスクリームかと思ったから、やっぱよくわかんない。私もアイスだと思った、分かったやと思った、マイクと、マイクだと思った、感じの、あの結果になったんですけど、私たちも初めてこういうのやったので、面白い、面白い。じゃあこれは皆さんにプレゼントします。そんな感じです、ありがとうございます。少しでも知っていただけ。ではすでもこれです。いや、面白いですね。ちょっと硬いですよね。多分ですね。ストレスをちょっと本当に肩こりひどいですね。あ、ちょっとストレスがすごいですね。どうしよう。髪の毛がもうストレスでこんな